北大三高7回の表にチャンスを迎えてます。ノーアウトでフォアボールが出ました。1番の稲見君がフォアボールを選択しまして、ファーストにいます。そうです。バンドしました。セカンドに送ります。さあ、ここで久しぶりに点数を入れてもらいたいと思います。釘宮君は自らのバットでランナーを返せるかどうか。あ、強打しました。ピッチャーの釘宮君です。バットでぜひまず1点入れて、この1点追加をしてもらいたいと思います。3ボール1ストライクになりました。今日の北大三高の応援席、チアの皆さんも普通の制服で応援をしています。まだ今日は人数はそれほど来てないようです。ストライクありました。3ボール2ストライクです。セカンドランナーをぜひこれで返してもらいたいと思います。強打しました。フォアボール、ファールボール。7回の表は久しぶりにこのチャンスが巡ってきてます。大きなチャンスです。強打しました。うまく抜けた。三遊間を抜けました。ヒットです。しかしセカンドランナーは三塁に止まりました。さあ、州の創価高校が今本部室に集まってます。内野陣です。さあ、ここで4番の広谷君、ピッチャー広谷、このファーストの広谷君がここで見事得点を入れてもらいたいと思います。1回の表の時にはこの3人のランナーを来ましてフルベースの時にツーベースを送りまして、走者一掃のセカンドこの二塁打を打ちました。ちょっと苦笑いをしてます。強打しました。大きな期待が集まります。4番バッターです。
ち上げました。間に合わない、入りました。一塁側の観客席に入りました。ツーストライクです。さっきの時ツーストライクの後ハーフスイングで、三振になりました。1回の表にツーベースで、走者一掃の二塁打を打ちましたが、さあ今回のチャンスにはどうした形になるでしょう。あ、止めました。浅いタッチアップします。ああパスボールになった。よかったよかった。三塁のランナー戻りました。そしてファーストのランナーも今セカンドに行きました。1点追加ができました。久しぶりに1点入りました。1対3校です。これで5対0となりました。7回の表、ラッキーセブンにふさわしい攻撃です。5番ライト田村君。田村君も1回の表に1打点を挙げてます。広谷君を返すヒットを打ってます。さあここでもう少し点が入れられるかどうか。ため息ですが、このスタンドに入ります。ファールボールにご注意ください。ここで加点をしました。7点目が入りました。7回の表の攻撃、ここで3点目が入りました。7点です。第3校のスタンドから大きな拍手が起きてます。第3校の応援席です。静寂が戻ってきました。ピッチャーが交代します。創価高校です。日大三高、ここで7点目を入れました。ホームランで7点目です。